シャツミの手術とは、聖教会における大時前の準備の期間の最後の手術の呼び名であり、シャツミの晩化が行われる手術である。謝罪の手術とも、教会歴におけるシャツミの晩化の図解。教会歴は日没を1日の区切りとしている。したがって、大時に準備する期間は、段落の手術にあたる日曜日の日没に集結し、大時は、 日曜日の日没以降に始まる。17世紀末にロシアで描かれたアダムとエーヴァの楽園からの放築。該当する手術に対しては、日本正教会発行の教会歴では、寒楽週間の手術、段落の手術といった故障が記載されているが、シャツミの手術という呼び名も日本正教会で行われている。寒落週間の手術、暖落の手術とは、寒落類。 卵をこの日から復活大祭の日まで経つことに名の由来がある。聖教徒はこの日より肉類、乳製品、卵、魚類を断ち祈りを増やし身体的にも精神的にも節制を行い自らの心身の収容に努める。こうした心身の収容を祭と呼ぶが特に復活大祭まで自らを備える時のことを大時と呼ぶ。 コリントの信徒への手紙一六小十九節において肉体が精神の宮とされていることに基づき、聖教会においては心身の結びつきが強調され、断食の伝統を今も大切に守っている。シャツミの手術とは、シャツミの晩化がこの手術の夕告に行われることに由来する名である。このシャツミの晩化において聖教とは包容し合い、 互いの罪を許し合う。この手術のテーマは、アダムとエヴァの楽園からの放逐の記憶と、許し合いである。楽園からの放逐をアダムとエヴァに限定することなく、自らのものとして捉え、自らの罪を悔やらため、ハリストスの苦難を思い起こしつつ、信徒同士の、許し合いに始まる楽園への帰還の道のりを、復活への希望と共に歩み始める手術と、位置づけられている。 クレタのセオファニスによって16世紀に描かれた、ハリストスの卓景とそれを見守る人々が描かれた、聖教会の遺魂罪状書きとは次第、そして二人の盗賊も書き込まれており、聖教会における伝承を忠実に反映している。アトスさんのスタブロに来た修道院に所蔵。聖教会の教会歴において、日没が1日の区切りとなる。 したがって日没に行われる、方針例である晩課は、翌日の始まりと位置づけられる。該当する、段落の手術も教会歴上は日没までであるが、正教会にも、一般の小読みと同様に深夜までを、手術と数える表記は存在するため、日曜日全体を、シャツミの手術と呼ぶ表記も行われている。教会の伝統上は、 ハリストスの復活を記念する手術は土曜日の日没から日曜日の日没までなのであり、祈祷内容、精神的意義づけとしても土曜日の日没から日曜日の日没までに行われる方針例に救世主の復活に関わる祈祷文が当てられているのであるが祈祷書などには便宜的に日曜日の夜に行われる方針例のページに手術の晩下といった表記がなされている。 これらの表記については混乱しやすく注意を要する。シャツミの手術の誘告に行われる、方針例である、シャツミの晩化をもって、正教会の大時が開始される。シャツミの晩化の最中に、聖堂内の布類、ろうそく入れのグラス類が交換され、聖堂内は黒、紫色を基調とした色彩に統一される。このシャツミの晩化から毎晩、シリアの聖フレムによる、 聖エフレムの祝文が唱えられるようになり、これ以降、エフレムの祝文は、大時の間に頻繁に唱えられる。シャツミの晩化の終わりに、聖職者も含めた、神徒一同は順に包容し合い、互いの罪を許し合う。これは、三上の推訓に含まれる、マタイによる、福音書六章十四節にあるハリストスの言葉に、基づいている。ここでハリストスは、 他者の罪を許すことが神からの許しを得るのに必要であることを教えている。この該当箇所は断食について語られる部分の直前にあたっており、時についての教えと密接な結びつきを持つものとして聖教会では捉えられている。シャツミの手術の生体礼儀で読まれる福音書の箇所はまさにマタイによる福音書6章14節から21節までである。 それゆえに、聖教会では、互いの罪を許し合い、一人個人で時を行うことなく、仲間と共に時を行うことを教えている。隣人との和解が、真の時、真実の悔い改め、神との和解に不可欠であること、時には、愛が不可欠であり、愛のない時は、悪魔の時とされることが教えられる。シャツミの晩火における許し合いの法要は、 これらの伝統的理解の結果として、正教会において継続されている。フレスコ外婚、主の復活。現在は、カーリエ博物館となっている、ホーラ修道院の聖堂内にある。主ハリストスがアダムとエバの手を取り、地獄から引き上げる情景を描いたもの。旧約の時代の人々にまで遡って、復活の生命が主 神であるハリストスによって人類に与えられたという、ハリストスの地獄ぶりと呼ばれる、聖教会の伝承に基づいている。この後の時については、喜ばしく行うことが教えられている。聖教会の信徒にとり、心身の収容機関である大時は、復活、楽園への帰還への希望によって行われる旅であると、されているからである。この旅の目的は、 救世主の苦難と勝利の過ぎ越しであるとされている。このようにして、復活大祭への準備の期間が始まるのが、シャツミの手術である。ありがとうございます。